今回は腹筋が楽しくなります。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋を楽しく行えるアブストレッチというのを紹介します。簡単に言うとですね、腹筋をするときは収縮収縮って繰り返して腹筋を行うんですけども、今回は腹筋をした後にストレッチをするっていう風に繰り返し、お腹がね疲れない程度で楽しくね腹筋ができるメニューになります。で、初級者から中級者向けのエクササイズになります。今回は各1分2種目紹介しますんで、まあ、計2分行うんですけども、まあ、楽しくね行えるメニューですので、一緒にやってもらえたらと思います。では説明します。はい、まず初めの1分はですね、膝を曲げて手を万歳、このまま手を振り子にしてシットアップです。起き上がったら膝を倒す、そしてこのまま手を前に伸ばして内転筋のストレッチ、また戻ります。起きたら内転筋ストレッチ、足閉じる、起きたら内転ストレッチ、足伸ばすっていう感じで、腹筋した後に内転筋のストレッチっていうのを1分間繰り返します。で、今度は足を伸ばしてですね、手を万歳のままで振り子で起き上がったら、しっかり前屈、グッ、つま先をできるだけ上げて前屈です。で、また戻ります。ゆっくりぐっと起きたら、腰からゆっくり床につけて万歳っていうのを1分、計2分間一緒にやっていきましょう。ではいきます。しっかり膝倒して、しっかり手は遠くに伸ばしてください。できるだけ遠くに、手を遠くに行くことで大臀筋、お尻のストレッチにもなります。腹筋がねそんな辛くない人は、手はねあんまり強く振らないように、軽く振って自分の腹筋で起きてください。起きれない人はブーンっていう感じで強く振ってしっかり起きてください。できるだけお腹を引っ込めながら息をしっかり吐いて、10秒あと3秒、はい、メニューチェンジです。万歳からしっかり手を遠くまで伸ばしてください。しっかりね腰をしっかり丸めて、腹筋強い人は手は軽くです。腹筋の弱い人は手を振った後に起きる、腹筋の強い人は起き上がってから手を伸ばしていく。はい、あと30秒切りました。あと15秒で、あと5秒、よっしゃ、はい、 OK です。はい、お疲れ様でした。まあ、腹筋しながらストレッチするアブストレッチだったんですけども、思いのほかですね、やっぱり時間的には2分間やってますから、割とお腹がねちょっとじんわり、疲労感たまってあったかいなっていう感じがしますよね。まあ、腹筋をねしっかり割りたいとかつけたいっていう人はですね、もちろんガツガツやった方がいいんですけども、まあ運動が苦手な方とかね、腹筋が苦手な方、そういった方はね、もう適度にきつすぎない程度に毎日少しずつやっていく、こういうね、まあ、どれか楽しくできるメニューっていうのを見つけてですね、まあ運動すること、鍛えること、まあ楽しくなってもらえたらですね、だんだんレベルアップして、もっときついのを求めるのもいいですし、軽いのを時間伸ばすのもいいですし、そういった感じでね、まあだんだんと成長していってもらえたらと思います。今回はね、アブストレッチ、簡単なんですけども、まあ、これからもね、またアブストレッチ楽しくしたいので、皆さん一緒にやっていきましょう。今日頑張った方はですね、よかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。まあ、今回アブストレッチ楽しかったよって方はね、よかったらコメントもください。
今回もご視聴ありがとうございました。